マンモンに進化しました。進化した。イージスドラモン、進化しました。めっちゃ強そう。いや、それ耐えたのでかいな。やばいやばいぞ。教えてデジモン教室。カズマちゃん、どうもガチョスです。元気もりもりもりちゃんです。やっほー、みななんです。はい、そしてデジモン大好きデジモン先生とパルス村田です。パルス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 。みななんが加わってから初めてパルス村田くんがね、はい、来てくれたってことで、はい、と本日5人でお送りしていきたいと思うんですけれども、本日ご紹介する商品はこちらでございます。明日12月11日発売、リムカード V2 アングラモン&ジェリーモになります。今回もまあ事前にねちょっと3人にお渡ししまして、デジモンを育ててきてもらったので、まあみんながどういうデジモンに育てたのかっていうところを見つつね、あのパルス村田くんにいろいろ解説とかもいただきながらご紹介できたらいいなというふうに思います。というわけですね、まあ、今回まあ事前に育ててきてもらったってことなんですけど、まあ、みなな、はじめまして、アニメを見てるので、デジモンゴーストゲーム、はいはいはい、アニメの中で出てきたやつが、そのまんま自分の手につけられるっていうのが、すごい幸せで、はいはい、なるほどね、もうガチオタの人今回収録されているアンゴラモン&ジェリーモン、こちらに関しては、どちらも今放送中のデジモンゴーストゲームに登場しているデジモンになっております。早速なんですけど、パルス村田くんから、今回のディムカードについての解説と、まあ、育成してもらった結果を、まあ、披露してもらいたいというふうに思います。はい、それでは早速やっていこう。バンマニ、じゃあパルス村田くんから早速今回のディムカードについて解説いただいてよろしいでしょうか。はい、今回ご紹介する、ディムカード V2 アンゴラモン&ジェリーモンは、はい、アンゴラモンの進化ラインを収録した、ディムカードと、うん、ジェリーモンの進化ラインを収録したディムカードの、2枚セットになっております。はい、でアンゴラモンのディムカードにはアニメデジモンゴーストゲームにも登場している月夜のルリのパートナーデジモンである、はい、アンゴラモンをはじめ、そこからアンゴラモンの完全体である、ラモールモンが収録されております。ラモールモンね、はい、ルイちゃんがアニメで一緒に連れて歩いているアンゴラモン、はい、イケボで解説キャラという感じの、そうなんですよね、はい、それの、まあ、進化系が育てられると、うん、いうことで、うん、ファンの方結構待ってた人多いかもしれないですね。結構待ってたんじゃないですかね、うん、もう一方のジェリーモンのディムカードには、東御手洗京志郎のパートナーデジモンである、ジェリーモンをはじめジェリーモンの完全体であるテティスモンが、収録されております。ジェリーモンとね、京志郎のコンビ個人的にはすごい好きです。私もです。お宅にハマりやすいのよ、まあ、そういった、ね、キャラクターを今回収録しているというような形になっております。まあ、早速、まあ、みんながそれぞれどのディムカードを使ってデジモンを育ててきたかっていうのを教えてほしいんですけど、じゃあみななんから。はい、私はジェリーモンのディムカードを育てました。ジェリーモンね、好きって言ってたね。はい、はい、そしたらモニシはモニシはアンゴラモンです。あ、アンゴラモン、はい、はい、なるほどね。ちょっと待ってください。はい、ディムカード2枚じゃないですか。そうだね、3人なんですよ。うん、俺はあれいや、だからなんかすごいパルスさんがめっちゃジェリーモンとアンゴラモンのディムカードを話してる時、うんうんってうなずけなかったんですよ。今回はなんか僕はまあ初心に帰ってデバイス B に入ってるガンマモンのカードを使って改めて育成しました。あ、素晴らしい、はい、いい感じのバランスだね。そうですね、まあ、ね、ガンマモン、アンゴラモン、ジェリーモン揃ったっていう感じで、はいはい、というわけでね、まあみんなが揃えてもらったデジモンが分かったところで、じゃあ早速みんなのデジモンが何モンまで進化しているかっていうところをちょっと見れればなと思います。はい、はい、セルゼ育成結果、私今回動画撮ってきたんですよ。はい、お育成動画、はい、前にガチョスとか見た、はい、撮ってたようなやつをちょっと作ってきたので、ぜひそちら見ていただければ。なるほど、じゃあちょっとみんなでまあそれから見てから、ちょっとまあじゃあモニちゃんとガチョスのやつを見ていきましょうか。うん、そうですね、はい、じゃあまずはミナナの育成結果から見ていきましょう。バンバニだね。まあ早速ちょっとミナナが素敵な VTR を撮ってきてくれたということで、はい、早速皆さんで見ていきましょうか。はいはいはい、はい、私も念願のデジバイスをゲットしました。これからジェリーモンを育てます。じゃあまずはディムカードを入れます。これ説明してくれます。ドヨモンが生まれました。進化します。ちゃんと解説してる。お、内側につけてちょっと映りをね、ちゃんと気にして。いや、 YouTuber の鏡ですわ。はい、あ、来た、うんうん、ゼリオ。はい、こっからですね、撮影中にマンモンに進化しました。これから2層やっていきます。はい、3、2、1、5。あ、これモニちゃんがカメラ回してる。あ、そうそう、ミッションクリア、グッド。いいいい、見て見て、壁紙海になってる。ミッションやっていきますよ。あと壁紙めっちゃリアルじゃん。すごいですね。すげえ。
これ途中で僕ちょっと撮ったら森ちゃんにちょっと待ってやられましたやってないやってないトロフィー一つもらいましたまたちょっとライバルの邪魔しようとしたはいというわけでね映像ちょっとみんなで見てみたんですけど、はい、まあ、YouTuber らしいというかねちゃんとあのバイタルベースを内側にこうつけて映りをちゃんと気にしてマジカメラどこに置いて撮ってんだろうっていう感じでしたけど撮影編集初めて自分でやりましたあ素晴らしいちゃんとトレーニングしてましたね、まあ、そこに好感を私は持ってました、ね、あ見たことないデジモンがたくさんいたので、うん、全部がなんか新発見でした、うん、というわけでねまあ皆さんはいい感じで育ってきてくれたであろうということで、うん、結果楽しみなんですが、はい、皆さんは結局どうなったんでしょうか、はい、今映像でマンボモになってたと思うんですけど、うんはい、あれから進化をしまして、はい、ハンギョモになっています。ハンギョモなかなかちょっとシュールな感じで完全体になったので次は究極体を目指してね、うん、まだまだ育てていきたいと思います。そうですね、はい、モニちゃんが次何になったかをちょっと見ていきましょうか、はい、うん、じゃあ私のデジモン発表したいと思います、はい、今究極体にはなってるんですけど、はい、育成の過程も見せていきます、はい、まず最初ピョンモン、うん、はい、かわいい、かわいいよね、はい、そしたらボサモンになりました、かわいい、かわいい、そしたらアンゴラモンに進化しました、はいはい、そうね、ここまではそうですね、はい、ここまではね、まあ、みんな一緒だから、みんな一緒ですもんね、はい、コモンドモン、コモンドモン出た、はい、前作のアニメ出てきた、出てきましたよね。え、次のデジモンも前作のデジモンに出てきましたあれ、はい、ワルモンザイモン、ワルモンザイモンデジカでもめっちゃお世話になってるね、そうだよねそしてじゃーん、アヌビボン、アヌビボン、究極体めっちゃかっこいいよな、めっちゃかっこいいよね、デジカとかでめちゃくちゃイラストかっこいいし、え、今回これにアヌビボン入ってんすか、はい、すげえ、バトル40回くらいして勝率も 85% 以上だったし、すごい、トロフィーも20個以上獲得してすげえになりました。てかやべえ、バイタルめっちゃ溜まってる、ほんとだはい、じゃあ続いてちょっと僕の育成結果見てください。今回マジすごいっすよ、はい、じゃあまずはい、両人気クリモンですね、うん、からはい、グリモンになりました。順調、はい、順調、ここまで一緒なのよみんな、我慢だよ、いやここまですごい大変でした、頑張ったね、そうで、ここからですよねはい、ここで、グルスガンマモンになります、おー、はい、ですね、で、そして完全体、はい、うわ、はい、なんとですね、ここ頑張った、前回モニちゃんにやられたカノーバイスモンに進化しました、はい、そして、素晴らしい、そして、そして、んですよ、その先が、いきますよ、イージスドラモン、進化しました。めっちゃ強そう。いや、これあの前回僕ブラキモンまで行ったじゃないですか、このカノーバイスモンとブラキモンがジョグレス進化しまして、このイージスドラモンになったんですよ。前回の育成からこの引き継ぐ形で、はい、なんかこうやってイージスドラモンになったので、僕の育成は2部作です、完結です、完結編ね、完結、すごい、ブラキモンの魂を受け継いだ最強のイージスドラモンになりました。はい、おー、楽しみ、いや楽しみですね、バンマニ、今回みんな、3人とも、一生懸命育ててきてくれたのが分かりましたし、はいはい、まあ今の段階だと優勝候補は森ちゃんなのかなっていうのはちょっと思いました、ね、やったー、マジですか、ビモン、ただどうなるかは分からないっていう、そうですね、早速今回バトルをしていこうと思うんですけれども、はい、まあ、今回ちょっと3人ということもあるんで、うん、トーナメント形式でやろうかなと思うんですけれども、あ、まあ、1回戦はミナナ VSガチョーズ、え、俺、前回王者のモニシにはちょっとあのシードで高みの権利をやったもらいつつ、まずは僕が優勝して今回のディムカードを使わせてほしいです、あ、そうそう1回戦はミナナン VS ガチョスということで、勝者がモニちゃん戦うという形で今回やっていこうと思います。バンマニ、早速第1試合、はい、ミナナン VS ガチョスのバトルを始めていきたいと思います。はい、はい、きた、うわかっこいいな、かっこいいな、かっこいい、強そうもう見るからに強そうだよ、やばい、はい、イージスドラマポットでもいいな、うん、いや、そうなんですよ、ちょっと音楽つけてある、はい、頼む、確かにイージスドラマ強そうだな、強そうビジュアルが、ハンギョ、ハンギョも可愛いもんな、可愛い、音楽見たぞ、いけ、いけ、すごい、いけ、早い、あ、おー、耐えた、おー、せいせいせい、それ耐えたのでかいな、やばい、やばいぞ、あー、あー、え、ちょっと待ってください、皆さんあの、あーっていうのやめてもらっていいですか、はい、ガチョス勝ったの、ガチョス勝ったか、ガチョス初勝利、
いや、発想じゃないです。意外と勝ってる。意外と勝ってる。じゃあ、1回戦は、やったぜ、まあ、ガッツさん勝利ということで。勝ちました。はい。バンダイマニア。というわけで、まあ先ほどね、まあガトスが見事まあ勝利してしまったということで、勝利したので、はい、はい、じゃあ上で待っていたモニちゃんのデジモンと、はい、いやーと楽しみですね、はい、はい、じゃあ早速始めていきましょうか、はい、いやかっこいいな、神々しいんですよ、ね、ビジュアルがいい、あれやるよ、頑張れ、ドキドキする。あ、始まるぞ。始まる。はい。いやー、これ結構いい勝負になりそうな気がするけど。行け、はい、行ったね。必殺技。避けろ、いきなり。よし、よし、避けた。そう、あの速攻です。おー、早い。よし、来た。おー、半分減らした。よし、よし。半分与えた。よし、痛い痛いぞ。あれ、頑張れ。あれ、よし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 。あれ、あれ、おー、おー。あれ、なんで、あれ、あれ、ちょっとなんかみんなニヤニヤするのやめてもらって、いやいやいや、あ、そいつは負けてよかったみたいな、あ、みたいな、あ、うん、バンマニ、はい、ということでね、まあバトルみんなでやってみたというわけなんですけれども、はい、まあ、結果はモニちゃんが最後勝つ、イエーイ、はい、という感じでしたね、逃げ切れ勝ちました、いやー、どっちもね、究極体でいい勝負するんじゃないのって、はい、これちょっと話してたんだけど、いや、なんか予想を反して、はい、あれっていう、いや、でも強すぎるわ、まあね、かっこいいだけじゃなくてちゃんと強いっていう、はい、まあ、でもイースドラもね普通にかっこいい強いはずなんだけど、うん、そうなんですか、ね、まあたまたま、どういうことですか、僕の育て方がみたいな、いやいやいや、ちょっとね、あのタイミングで運みたいなのがあるからね、まあ、確かに、でお互い1ターン目からあの技の打ち合いだったじゃないですか、うん、あれがちょっと激アツで、まあ、でもかわされた瞬間に僕は全部察しました、負けるな、確かに、バンマニ、本日は明日発売のですね、リムカード V2、アンゴラモン&ジェリモンをご紹介しますということなんですけれども、皆さんどうでした？アニメで見たこのデジバイス、そのまんまこの腕につけられることがまず感動しまして、うん、はいはい、で、あのアニメで出てきたデジモンたちをこう、ここで育てられるのがすごい楽しかったです、はい、ちょっとまだ私完全体なので究極体になるまでちょっとこのまま育てたいと思います、うん、はい、バリエンジェモンになるまでまずはまあ頑張ってみるというところで、はい、やってもらえると嬉しいなと思います。じゃあ2位やったガチョウさん、はい、どうでしょう。まあ、僕今回このジェリーモンもアンゴラモンもゲームカードさせてないんで、そうだ、ね、今回これ分かんないんですけど、まあ見てて思ったのは2人ともマジで楽しそうでした、はい、あ、そうだね、だからまあもちろんね、このガマモンガマモンでもちろんいいですし、これ持ってたらジェリーモンだったりアンゴラモンのゲームカードもさせて、うん、いろんなそのデジモンの育成ができると思うので、そうね、これをね、機にちょっとディムカードと一緒にバイタルブレスもゲットしてほしいなって思いました、うん、じゃあ最後、ガチョスに勝ったねガチョスに勝ったモニちゃんはどうでしょう。そうですね、うん、私もやっぱり、まあ、ミナナと同じでデジモンゴーストゲームに出てくるキャラクターがここで育てられるのも嬉しいし、うん、まあ、前作のデジモンアドベンチャーに出てくるコモンドモンだったりとか、あとワルモンザイモンとかもアンゴラモンのディムカードに入ってて、はい、そういうデジモン育成できたのでめっちゃ楽しかったですし、うん、やっぱり私強いですね結構勝ってるから私、まあね、まあ、それはね事実、ちゃんとね、まあ、育成してバトルを続けてるっていうのも素晴らしいことだと思う、はい、本当に強い、はい、ちなみになんですけど、まあ、アプリのバイタルブレスラボともこちらもちろん連動してますので、まあ、みんなが育ててもらったデジモンとかもプロフィールとか、まあ、進化先何に進化するのかってヒントとかがね、ちょっと見れたりもするので、うん、ぜひそちらもダウンロードして一緒に遊んでもらえればというふうに思います。じゃあ最後にあのパルス村田くんから最後総括いただいていいですか。はい、まあ、みんながこうやってディムカードで遊んでくれて、なんでハモったんだ楽しく盛り上がるバトルをしてくれたので、はい、見応えは十分でした。よかったね、ガチャス。じゃあなんでみんな俺の方みんなでやってたんですかね。しかもだって俺今日これつけてないんだよ。そうそうね。はい。リムカード V2 アンゴラモン&ジェリーモンは明日12月11日発売予定です。はい。そして今日みんなで遊んだバイタブレスデジバイス B は、好評発売中です。そしてリムカードが最大5枚収納することができ、ワームモンの、進化ルートを収録したリムカードも付属に入っているリムカードホルスターボリューム2は、プレミアムバンダイにて現在受注中です。はい。こちらスティングモンがね、育てられるんですよね。はい、本日はこれでご紹介終わりかと思いきや、はい、ちょっとご紹介したものがございます。ほう、はい、これがこちらでございます。はい、
ダイナモーショングレーモンですね、うん、はい、とこちらダイナモーションメタルグレーモンです。なーい、かっこいい、なにこれ、残念、ね、もうすでに発売されているものになるんですけど、はい、実はこれソフビでして、グレーモンもメタルグレーモンもこの肌のゴツゴツ感とか、うん、リアルとかね、はい、触ってみてほしいんだけど、すげー、メタルグレーモンの羽のところとかも細かく穴もちゃんと開いてて再現されてるから、それぞれすでに発売中の商品になりますので、うん、お店で見つけたらぜひ手に取っていただければなというふうに思います、うん、そしてなんとこれだけではございません。お、まだあるんですか。はい、まあ、ディムカードね、明日発売ってことでこの動画撮ってるんですけど、その人同じ日にですね、実は発売されるこちらもご紹介したいと思います。同じくダイナモーションの無限ドラモンですね。かっけー、無限ドラモン、これもね、やっぱ細かいところまですごい塗装もされてて、うん、すげー、すげーな、これかっこいいよね。キャノンの穴開いてるのもいいっすね。で、上のところもちゃんと、うん、そしてこちらの、ダイナモーション無限ドラモンは明日12月11日より全国の売り場で発売予定となっておりますので、もし売り場でね見つけた方がいれば、ぜひちょっと手に取っていただいてお買い求めいただければなというふうに思います。テレビアニメデジモンゴーストゲームはフジテレビ他にて毎週日曜朝9時より放送中。今日紹介したアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。俺はいつこれをゲットできるんですか。